こんにちは。そっかじけのコブです。もうクリスマスですね。いや、我が家はね、クリスマスやりますよ。楽しく、暖かく、そして来年の一年を、抱負を語るみたいなね。マイホームパパですからね。まあ、けど、ビジネスガリガリやってた時は、ほんとクリスマスといえば、クリスマスセールをやってましたね。今はどちらかというと、クリスマスセールを大いに受けてる方で、だいぶ出費をしました。 うん、なんかねクリスマスプレゼントもね前倒してお送りしてでなかなかクリスマスが来ないから第2弾第3弾をやったりとかしてねもう何度もクリスマスの消費をやってしまいましたね完全に社会のカモでございます、はい、ということでねまああのー、クリスマスビジネスまだまだな人はビジネスを仕掛けるすごいチャンスなんで是非やっていただきたいですしまあ彼女がいる方はね こういう時にしっかりとハートを掴んでいただきたいかなと思いますねえ今回の動画は何が言いたいかというとその大事なポイントってのがあるんですよねその大事なポイントポイントでやってはいけない行動をしているとうまくいかなくなるでもやるべきことをしているとうまくいくようになるんですよねこのポイントの使い方がすごく大事でその一つがクリスマスなんですよまだビジネスで稼げてない人が 浮かれて遊んじゃうとこれは足を踏み外すことになっちゃいますよねで十分な資金を確保してそしてクリスマスをね楽しむことによって周りの人との関係がすごく良くなる、まあ、そういう方ならねやっぱりやった方がいいと思うんですよクリスマスを楽しんだ方がいいと思うんですよでも多くの方は特にねこの億万中者合宿の動画を見てる方はやっぱお金のことでまだね 問題解決できてない方が多いと思いますんで、クリスマスをね、楽しむんじゃなくて、クリスマスを楽しませる側になっていただきたいかなと思いますよね。特にこの時期に、もうすでにクリスマスのための商品をリリースし終わって、あとは注文を待つだけってことにしていただきたいですよね。まあ、ある意味で言うと、その、塾の販売ってのも、この時期すごく向いてるんですよ。年末年始以上にクリスマスに向いてると思います。でそこで使えるキーワードが、 来年を最高のスタートににするためにみためみいな感じですよねでも来年を最高のスタートにするためにっていうキャッチコピーで参加した方ってのはクリスマスが終わって商品購入して年が明けるまでやらないんですよしかも年が明けても1月1日いきなり4月はやらないんですよねだいたい3日から4日ぐらいの時にのらりくらりと始めるのがすの山もじゃないですかねこうやって問題を先送りにしてやるべき時にやるべきことをしないわけですから 問題解決はしないですよねで問題解決しないから別の商品も買っちゃうんですよで別の商品を買って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 一点集中しないからカモになっちゃうんですよねで心あるドリームアカデミアのリーダーは塾長は「いやあんたあっちこっち買いつまんでるからドリームアカデミア買ってもダメだよ一本に絞りなよ」みたいな感じでねこれもだからカリキュラムの一部ですよね 入れてもらえないといとうカリキュラム一点集中する腹をくくったらそれは入塾が許可されるみたいなね入学願書が受け取っていただけるってことなんでしょうね、はいえー。ということで「ドリブアカデミア」売ってもらえませんでしたという話でございます。いっ